10月6日県は2008年から2011年まで存在したエジプトの県、エジプト北西部に位置していた。県庁所在地は10月6日市に置かれていた。損地期間が短く、国勢調査が行われなかったため正確な統計は存在しないが、2010年の推計では278万人、面積は約12,800平方キロメートルと推定されている。 区域の細分化が行われるまでは、ギーザ県に属し、2008年4月17日に分離、創立された。しかし、2011年エジプト革命後の同年4月12日に、ギーザ県に再編入された。東には、首都カイロがある、カイロ県と接し、南には、ファイユーム県があり、西には、マトルーフ県、ブハイラ県と接していた。人口の大半は、アラブ人であり、 イスラーム教徒である。10月6日は、第4次中東戦争開戦日であり、なおかつ、サダと大統領が暗殺された命日である。シティパピアレーションで、エジプト2012年3月11日のアーカイブ、エジプト SPM、セントラリザスヒルワン &6 億オクトーバーガバンレイツ。 ーアーマンライン、http コロンスラッシュスラッシュイングリッシュドットアハラームドットオアルジドットエジスラッシュニューススラッシュ10037ドットエース X2012 年7月4日閲覧。ありがとうございます。